皆さんこんにちは。日本一身近なオンラインリポーター岸本哲也です。このチャンネルてっちゃんスクープではオンラインを使ったグルメやレジャー情報、そしてワンポイント英語レッスンなど面白くてためになる情報をシェアしていきたいと思っています。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。さあ今日のワンポイント英語レッスンですけども、もう皆さんが知ってる優しい単語なんですけども、全く違う意味があるという単語を一つシェアしたいと思います。それは buy です。 buy、 そう、何々を買うという単語ですよね。もうこれ皆さん知ってますよね。もう普段でも英会話の時使ってますよね。この buy なんですけども、例えば I buy it for 10 bucks、I buy it for 10 bucks。 私はそれを10ドルで買います。そういう風に使いますよね。あ、ここであのバックスというのはあのドルのことです。ダーラーズのことです。これもアメリカの方々よく使うんで覚えておいてください。バックスもついでに覚えておいてください。で、この buy なんですけども、何々を買うという以外に意味があります。例えばこれはどう訳すでしょうか。 Do you buy it? Do you buy it? これ皆さんどう訳します。もちろんあなたはそれを買いますかというふうにも訳せるんですけども、これは全く違う意味があります。その意味はあなたはそれに賛同しますか、あなたはその意見を信じますか、そういう意味があるんですね。例えば私と友人の A さん、そして B さん3人で会話をしていたとします。 A さんが Well、I think McDonald's got the best hamburger と言ったとします。で、私が B さんに対して Oh, do you buy it? B さんって聞きますね。で、 B さんが Well, I think Wendy's got the best hamburger、まあ、そういう会話の中で話を振ったりするときに使うんです。日常生活でもよく使いますが、アメリカのテレビ番組でもよく聞くワードなんですね。 A さんというゲストと B さんというゲストがいるとします。で、 A さんがある一つの意見を言います。で、それを受けて司会者の方が B さんに対して、 A さんはそんな意見ですけども、 B さんは賛同しますか、賛成しますかという時に、 B さん Do you buy it? っていうふうに話を振るんですね。そういう時にも使います。そしてもう一つの buy を使った表現があります。buy time。buy time。時間を買うではありません。buy time。皆さん何と訳しますか?この buy time というのは時間を稼ぐという意味なんですね。例えば、to buy time, he did not answer the phone. to buy time, he did not answer the phone. こういうふうに使うんですね。時間を稼ぐために彼は電話に出なかったと。そう、 buy time というのは時間を稼ぐという時に使うんです。これもよく使う表現なんで、ぜひ覚えてくださいね。 buy イコール何々を買うというイメージがもう頭の中に入ってしまってると思うんですよね。もう buy 自体は覚えているので、もうほんと他の意味を知ると一石二鳥、一石三鳥となっていきます。こんな風にしてですね、英会話の表現力を、この幅を広げていければと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。